こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、マラカス編ということで、この動画では前回に引き続きまして、マラカスの基本の音の出し方について解説します。マラカスの音の出し方、大きく分けて3種類あります。1つはマラカスを下に落とす方法で、2つ目は前に振る方法、3つ目は後ろに振る方法。下、前、後ろ、下、前、後ろの3種類です。で、前回下に落とす方法をやりましたので、今回はですね、前に振る方法を解説したいと思います。はい、マラカスをだいたい自分の胸の前ぐらいに構えましたら、腕の肘から先、特に肘の可動だけを使ってマラカスを前に押し出します。この時手首はですね、動かしていません。もう本当に肘の可動だけでマラカスを前に振っています。で、真ん前に振るというよりかは、気持ち、なんでしょう、斜め下ですね、斜め下にこう押し出してあげるような感じです。はい、一緒にしばらくやってみましょう。はい、前に振った時に中のビーズがこのマラカスの壁面に当たって、チャッチャと、鋭い音が出ているわけなので、下に振った時と全く同じように、瞬発的にですね、なるべく早く振って、この壁面に当ててあげます。で、丸いマラカス、このボール状のマラカスだとですね、どうしてもこう振って戻した後に、ビーズが戻る音、遊ぶ音がしてしまうんですけれども、これはそんなに気にしなくて大丈夫なので、このチャッチャッチャという、アタック音がはっきり出ることだけを意識してください。はい、左手でも同じように練習しましょう。では次はマラカスを下に落とす方法と前に振る方法、交互に振ってみましょう。前に振った時の方が、下に落とした時よりも音が高いことがわかると思います。マラカスではこの前に振る音をアクセント、下に落とす音をノンアクセントとして使い分けます。左手でも同様に練習しましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、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 はい、ではいよいよ両手で持ちましてバリエーションで振っていきましょう。手順は右左右左と順番に振っていって、下下前前下下前前と振っていきます。せーの、下下前前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 、ワン、ツー、スリー、フォー、
できる人はだんだん早くしていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、ワン、ツー、スリー、フォー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 、ワン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、イメージとしましてはですね、自分の前にだいたい4点打点があって、それを1、2、3、4、1、2、3、4とこう順番にジャブしていくような形です。1、2、3、4、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 1、2、3、4。はい、この1、2、3、4、1、2、3、4という3、4がアクセントのパターン。これはもうですね、ラテン系の、まあ、マンボ、ワラーチャ、サルサなど、何でも使えるパターンなので、ぜひこの動画でマスターしてください。もうすごくゆっくりから、1、2、3、4、1、2、3、4。確実に、キレよく音が出るように練習して、だん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 、テンポを速くしていきましょう。はい、できる人はですね、コントロールの練習として、全部基本、ノーアクセントで振って、ワンだけアクセント。ワン、ツー、ツー、フォー、ワン、ツー、ツー、フォー、ワン、ツー、ツー、フォー。次、ツー、ワン、ツー、ツー、フォー、ワン、ツー、ツー、フォー、ワン、ツー。スリー、ワン、ツー、ツー、フォー、ワン、ツー、ツー、フォー、ワン、ツー、ツー、フォー。フォー、ワン、ツー、ツー、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 フォー。と、ワン、ツー、スリー、フォーのアクセントを、だんだんと移動させるっていう練習も、やってみてください。はい、今回のレッスンはここまでです。お疲れ様でした。マラカスの基本の音の出し方、前に振って、アクセントで発音する方法を解説しました。シェーカーなどと同様、ノンアクセントとアクセントの音、しっかりとですね、切り分けられれば、あとはその組み合わせで、リズムのパターンなどを作り出すことができますので、しっかりと音の違いがはっきりと出るように練習してみてください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信を毎日しておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。